ことの繰り返しで僕が恨めるんだ。トゥルトゥ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 。別に君を待ってないけど横にいられると思い出す君のシャネルのコース はい、やってまいりました。はい、お前が言うの難しい。はい、月島駅、月島駅、月島ですね。はい、どこに、これ何なんどこのですか、何ですか。もんじゃ行きましたね、はい、ここ歩きました。もんじゃさんっていう先輩いなかったっけ。わかんない。いるよね。俺知らないよ。もんじゃ、もんじゃが有名なんだよね、月島は。うん、そう、もんじゃストリートってぐらい。これもうそうなんだ。これもんじゃストリートです、これが。はい、取ってあげて、取ってあげて、もんじゃストリート。はい、これがもんじゃストリート。全然わかりづらいね。もっと奥まで行くと、もっとストリート感出るよ。あ、奥まで行きましょう。歩こう。はい、はい、もんじゃ食べます。大豆食べますよ。僕家とかでもそれぐらい好きです。すごっ、それすごいぜ、結構。それすごい。うん、でも本場もんじゃばっかだね。でもやっぱ家とね、このお店ではだいぶ違いますから、クオリティが ね。あの家でもんじゃといえばね、ゴールデンウィークにね、あの仲いい友達夫婦がいるんだけど、夫婦どっちももともと大学サークル一緒でみたいな。で、3人でここ来たのよ、もんじゃストリート。とんでもなく混んでて、たまたま有名なとこ一緒にいたから入れたの、3人でね。で食べててめっちゃ美味しいなみたいな言ってたら、その旦那の方が、いやでも嫁ゆっちゃんね、ゆっちゃんが作ったやつの方が美味しいよって言ってました。ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。もんじゃ食べる前から、もんじゃ食べる前からごちそうさまです。もんじゃエピソードありがとうございます。うん、でそんなはずないしね。そんなはずないです。え、ゆうちゃんが作ったやつの方が美味しいわけない。マジでないです。そうそう、家で作るクオリティで限界ありますんで。俺、ゆうちゃんが作ったやつの方が好きだなんて言ってたよ。そいつは。そうでしょ、それ好きだからでしょ。それ どう思ったの。どう思ったの。ああ、そうなんだって思った。あ、こことかもおこげもね、すごかったですよ、有名です。俺と吉岡が同じふらつき方したわ今。ここ行ったことあるんですか。ここ一回行ったことあります。ああ、そうですか。おすすめは、うん、他にはない、うん、イカスミのもんじゃです。ああ、うまいです。結構もんじゃ行ったことあります。あのイカスミ食べれない、すいません。あのもうやっぱ明太子もチーズっすよね。明太子食えない、すいません。帰れます。え、帰れます。あの、帰れます。あ、帰れるんだ。うん、はい、はい、撮影 OK で。お、はい、すごい。なんか、うん、商品をうんけなしたり、店をけなしたり。あー、実際うん、あ、僕はしないです。絶対に あなたがするんですよ、いつも。え、どうなん言うとしたらいつも僕なんですけど、うん、今回は直接言われたので。はい、言わないけどね。普通 ね、 普通ね、言うことないし、ね、言うことないしね、別に。いやでもそのね、あの、うん、店員さんがそのいきなり水持ってきて顔ぶっかけたりしてきたら、それは言っていいでしょ、さすがに。それも言ったらダメなんじゃない。店員さんがいきなり、だってもう言われたんやろ、上の人から。上の人からそれ言われたらダメなんじゃない。そうビシャーってかけられても。で、ヘラでそのお好み焼きひっくり返そうとしたら、間違えてその吉尾の顔
顔をこうやってひっくり返し、ヘラでひっくり返しちゃっ ても言っちゃダメでしょ、多分言っちゃダメやろ、ダメだろ、これだって上の人に言われたから広報担当、広報担当のペペペということで、これですか、正直これとこれいきたいな、明太子もちもんじゃとイカスミもんじゃ、でもねチーズトッピングがおすすめって言ってたけど、そんな問題じゃなくて、うん、こいつどっちも食えないらしいです、だるだるくね、だる普通にあいつだる、明太子もちもんじゃけど、あのメニューパッて見たけどほぼ食えなそうだ海鮮俺魚しか食えない、うん、なんで食えない、アレルギー、いや味めっちゃ苦手、うん、それ、うん、それが全然俺が押し通す理由、あ確かにね、うん、そんなんだったらそんなんだったらいいか、そんなんだったらいいかって、まあ俺らがわざわざ来てるわけやからな、うん、まあイカスミとかワンちゃんいけそう、わかんない、じゃあ行ってみよう、この2つ行ってみようか、癖強いけどな、イカスミだって、うん、広瀬さんの広瀬さんの事務所にもうやりたくてさ、はい、お願いします、ありがとうございます、すごいや、食べる気なんでいったな、ロケをうわーうまそう、俺久しぶりだ、飲んじゃちなみにこれめっちゃ白いじゃないですか、はい、中に何が入ってるか分かります、牛乳、あ近いです、生クリーム、生クリーム、そう正解です、いや甘いでしょこいつに、そう明太クリームパスタとかじゃないですか、なるほど、組み合わせますね、パスタ入れたいですね、確かに、パスタないんですよ残念ながら、持てたやん、パスタ持てたやん、持ち込み禁止だ、ダメやこいつ、パスタ作るのうまいんすよ、熱いんだよね、一口目、うわ、めっちゃ落ちてる、めっちゃ落ちてる、熱そう、うまっ、見たくなるんですよ、全くしない、マジやかいでもリアルに、ごめん、明太子の味するし、明太子クリームパスタみたいな、明太子苦手な人でもいけるってこと、クリームパスタいける、明太子クリームパスタいけない、でもほんまに近い、似てる、うまい、でもやっぱおこげみたいなのできた時が一番うまいんでしょ、上手だね、でももう多いからしません、暑そう、ほらなんか2人とも暑そうな気がするな、絶対暑いだろう、お前が一番暑そうだよ、なんでサウナ入ってるで顔赤いしこの煙でサウナだよ、これうまい、多分食えんで、明太子の味するけどその嫌な明太子じゃない、あそうね、明太子のえぐみとかないね、うん、プチプチって生クリーム結構強めです、僕の大好物ナス、焼きナスマジで好きです、めっちゃうまそう、いただきます、うまい、ナスだからとかないの、うん、いや、ほんま染みてるな、うん、油でダックダック、何それは、これは和牛すじ煮、うん、どこで区切ります、和牛すじ、牛すじどこで区切ります、あ、あの牛すじ、牛すじ煮ですね、は牛すじ煮、え、どこで、和牛すじ煮でいってます、いや、ちっちゃい筒入ってました、和と牛の間にちっちゃい筒入ってました、和牛入れますよ、はい、入れさせてください、いや、そのなんかセックスの時みたいに言わないでください入れさせてくださいよって、はい、言わないだろ、言わないだろ、締
み込んでますね、この店は。染み込んでますね、ナスに。ナスエグい。どこじゃん。いただきます。うん、ほんまにうまい。ほんまにうまいし、うどんしゃー。あ、分からん。うどんしゃー。いや、ありがとうございます。最高でした。うどんしゃー。これでね、旅は終了ですね。はい。今、その、どうする。はい。はい。勝負の日なんでね。こいつも赤パン履いてくると思いますよ。あ、それも後で撮んないとね。いや、思い出した。あったな。帰って撮らないといけないよね。まあまあ、OK。撮ります。じゃあ、まあ、ほら、ありがとう。はい、どう。最後ちょっと。じゃあ、あの、よかった。大阪から来てくれてね。わざわざ一緒に。俺も遊ばしてもらって楽しかったです。イエイ。